アディソン・ミッチェル・マコーネル・ジュニアはアメリカ合衆国の政治家。1985年からケンタッキー州選出の連邦上院議員2007年1月3日より上院少数党員内総務を2015年1月3日より上院多数党員内総務を務めている。バプテスト協会の信徒であるミッチ・マコーネルと通称される。 1964年にルイビル大学カレッジオブアートサイエンスを卒業し、ケンタッキー大学カレッジオブローを1967年に卒業した。大学在学中最後の年に、ケンタッキー州ルイビルでアメリカ陸軍予備役部隊第100師団に入隊する。伝えられるところによると1967年7月から6ヶ月間、主として訓練任務に従事することとなった。 ケンタッキー州、ホートノックスでの入隊式の後、マコーネルは1967年8月に現役から解放された。1967年8月、上院議員のジョン・シャーマン・クーパーは、ホートノックスの司令官に手紙を書き、マコーネルはニューヨーク大学に通うため、いつ現役任務から解放されるかを尋ねた。その結果、マコーネルは実際には、 現役任務を完了しなかった。元選挙対策担当者によると、マコーネルは指針経営によって除退されたとする。除退に関連する事実は、以来ジャーナリストと性的の両方から、たびたび質問されている。1967年、キャピトルヒルにおける経験を重ね、法学部での最後の楽器に、上院議員ジョン・シャーマン・クーパーのインターンとなる。その後、上院議員。 マーロー・クックのアシスタントを務め、報道内閣での司法時間補であった。1978年から上院議員に当選するまで、マコーネルは、ケンタッキー州ジェファーソン軍の判事であった。1985年から、ケンタッキー州選出の連邦上院議員、2007年1月3日より、上院少数党以内、そう、2015年1月3日より、 上院多数党員内総務を務めている。2021年1月6日、合衆国議事堂が選挙される事件が発生するが、マコーネルは同年1月19日、議会でボートは嘘を吹き込まれた。彼らは大統領とその他の権力者たちに触発されたと述べた。最初の妻のシェリル・レドモンとは後に離婚した。夫妻の間には3人の娘がいる。 二番目の妻のイレーン・チャオと1993年に再婚した。イレーンはジョージ・ W ・ブブッシュ政権で労働長官を務め、閣僚となった初のアジア系女性であった。マコーネルの個人資産は2009年で3、275万6、0ドルと見積もられた。前年度よりも80万2ドル増加し、上院で12番目の資産家である。また、マコーネルは、 バージニア州アーリントンの NPO であるリーダーシップインスティチュートの代表を務め、ファイカッパタウの生涯のメンバーである。ありがとうございます。